どうもナオチンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は本田忠勝使っていきます。好きな人多いんじゃないでしょうか。それでは忠勝の技を見ていきましょう。固有チャージがチャージ2、そしてチャージ7です。チャージ1、くらいやがれ、くらいやがれ。チャージ1、でも速くって範囲もそこそこ広いんだけども、俺はそこまで使うことはなかったです。チャージ7、忠勝の技っていうとこのイメージがあります。とにかく強い、攻撃力もあるし範囲が広いのよ。とんでもなく先の方まで飛んでいくので、これはめちゃくちゃ使えます。それでは忠勝いきましょうか。この大槍は騎乗がね結構強いらしいのよね。まあ実際使ってみる感じでも範囲が広いので使いやすいよね。槍と変わらずすごく使いやすい騎乗だと思うけども、今回は馬に乗らずに地上で戦っていきます。戦う好きな人多いだろうね。多いと思う。俺もね結構好きで、この大槍結構あれなのよ、もっさりしてるんですよね動きが。でも攻撃速度を入れれば、まあ、全然使っていけるんで。攻撃速度がない時、もうほんと序盤でね使った時、あれ今回忠勝そんなに強くないかもっていう風に思ったんですよね。でも実際レベル25まで上げて、で攻撃速度とかね技能をしっかり入れれるようになったらば、もう全然全く問題なく強くなった。さあここは通さないぞ。ここに一応置いていきます。まあこれ置いたところでね結構突破されるんだけども、まあないよりはマシっていう感じで、よし行こう。とりあえず S ランククリアを目指します。うん、じゃないとね、これっぽっちじゃ満足できねえ。ポイントもそんなにもらえないし、いけ。このねチャージ7じゃなくって6、ぐるぐる回るやつもだいぶ使えるよ。うん、むしろ乱戦の時はあれでぐるぐる回っていった方がいいです。で武将がいた時に7で、ぶっ飛ばしていくといいよね。じゃあどこだ、信長様と光秀でどこだ。あ、来た来た、2人揃ってきた。いっけでい、おほほほほ、いい感じすぎ、強で、戦技か、ちょっと待ってよ、ね、あっちの方まで行ったがいいかな。うん、あっちの奥の方まで行って半蔵、いやいやいや、いい半蔵にチェンジしようかと思ったけど、今回は忠勝だ。それそれ、いけ、多分ここ全部倒せば100体いけるやろ。あ、全部倒さんでもいいね。 OK、 とりあえずか、多分半蔵いるから抜かれることはないでしょう。はい、三軍が来た。はい、もう少し足に変や、別に置くのよかったな。なんとなく置いてみたけど、自分の最初の初期位置のところに後で行こうか。たまにね地獄でやってるとね、あそこ抜かれる時あるんだよね。うん、あ、いやいや、抜かれるのはよくあるんだ。抜かれてめちゃくちゃ入っていって負けることがねあるんで、
今回は行かせないぞ。いた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 。この武将が入るとね、ぐんとね、ゲージ持っていかれるんだけどね。武将さえ倒してしまえば、そう抜かれることもない。まあ、抜かれたとしても、全然大丈夫。で食えよい新元宝同じ大槍くらえ。よしトンボよりもあっけねえのな。引くもええだね。まずこっちの方から行こう。あーちょっと武将の撃破数が今回少なくなるかも。下2体もできれば倒したいけど、まあ S ランク厳しいな。ヒット数が少なかったかね、勝利のため、はい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 、倒してない。おお意外と粘ってくれちゃって。皆様申し訳、はい来なさい。どこだ。ありません。あれどこ。あいたいたいた、来た来た来た。いざや尋常に勝負せい。よし攻める。俺こっちじゃ満足できねえ。よしトンボよりもあっけねえな。ここで死ぬよ。あっちの方まだ大丈夫ね。あゲージ若干減りつつあるけど、あっもう手をつつあるけどいける。もですか。よしこれ屋敷倒せば S ランクいくでしょう。落とし、じゃあいった。結局します。 OK。 じゃああとはあと1人ボスを倒しておしまいか。だね。まだ動きもそんなに遅くないし、ゲージも私の獲物まだあるんで発見ね。しゃーい。本田平八が乗せてやったぜ。許さないんだから。ポイントくれなかったな。まあいいや、行きましょう。もう S ラウンドが確定してるので、あとはここでおしまいです。行くよー。抗わない。決める。よーく見とけよ。これぼっちじゃ満足できねえ。かっこいいね。はい、ということで今日は本田忠勝使っていきました。最初ちょっとね弱いかなっていう風に心配だったけども、上げていくと全然強いです。おすすめのキャラクターだね。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。